はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストしんです。今月は5月号です。5月と言ったら皆さん、何の日ですか？何の日ですか？母の日ですね。僕も自分のこうお母さんに送るつもりでアレンジメントを作ります。うちの母親はまあのりこさんって言うんですけど、のりこさんののっこさんの好きなお花ではなくて、僕の好きな花を押し付けようかと思ってます。まあ気に入るかどうかわからないんですけど、かっこいいのに仕上げていきますんで、ぜひ楽しみにしていてください。では行ってみましょう。どうぞ。はい、では撮影を始めていきます。今日は、まあ、母の日なんですけど、まあ、さっき僕が好きなものをうちのお母さんに送るって言ったじゃないですか。なのでちょっとなんか僕はこういう器大好きなんで、この器でバリッと母の日のプレゼントを作ってみたいと思います。では行ってみます。はい、ではまず最初にこのね、このケールがすごい気に入ったんですよ。なかなかないじゃないですか、こういうのって。なのでこれを先にちょっと刺していきます。こうなんかね、アレンジって気に入ったものからやっぱ刺していくとか、うまくできるコツの一つです。このラナンキュラスをね、刺していきます。まあ、母の日だけにこうちょっと赤でね、塗ってみたいと思います。まあ、母の日だから赤ってことはないんだろうけど、はい、では次にこのちょっと色の変わったケールを入れていきましょう。じゃあここでこのカーネーションをね、入れていきます。まあ母の日だけにカーネーションですね。こちら側にもう少しラナンキュラスを入れていきます。ケールも入れていきます。はい、ではここでこのハワイアンフラグを少しね、入れていきます。はい、次にこちらのアカシアを入れていきます。はい、では最後にこのクロメヤナギを入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。皆さんの母の日のイメージはどうですか。なんかこういう丸いラウンドのアレンジとか、普通のこうオーソドックスな花束とかが多いような気がします。だけど実際に多分こう選ぶものが分からなくてあれを選んでるような気がするんですよね。なのでもうお家に同じ値段でこういうの飾ってあったらかっこいいと思いません？ボックスより絶対いいですよ。なのでぜひ今年の母の日はもうちょっとチャレンジして専門店に行って頼んでみてください。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time.